はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、新リミットレギュレーションの発表によってですね、このフュージョンデスティニーというカード、これ今リミット1になってるんですけども、これが純制限に返ってくるということで、久しぶりにちょっとヒーロー組んできました。はい、あのですね、あの使ってて思ったんですけど、あのヒーローにフュージョンデスティニーそんなにいらないですね結論先に言っちゃって、なんかデッキコンセプト崩壊するからあれだけども、あのね、多分ね、フュージョンデスティニーを純制限にすることによって何のデッキが強くなるかっていうと、やっぱね、出張するような、このフュージョンデスティニーのパーツを出張させるようなデッキがパワー上がると思いますね。だから例えば幻影勇者とか、あとオルフェゴールとか、なんかそういうね、あのフュージョンデスティニーすべきがなんか単純に上振れ札みたいになるデッキが一番強くなると思う。ヒーローって別にフュージョンデスティニーなくても普通にデスティニー出るんですよ。数値融合をね、あのワンダードライバーとかで使えますわ、全然いけるんで、別にフュージョンデスティニーが2枚になったところであんま変わんないみたいなところがあるんですけど、まあ、一応、まあ、ヒーローなんでね、このカードヒーローカードなんでね、なんでまあやっぱ最初はねヒーローで使っていこうということで、まあ幻影勇者とかもやるかもしれないですけど、まあ今回はヒーローでやっていこうかなと思ってますね。でヒーローデッキね、まあかなり展開力がすごいし、まあ先行も一応ねダークローとか、それからデステニー君が出るんで、まあ割と悪くないかなっていう感じなんですけども、あと先行でブルーティー出すっていう動きもできるからね。はい、まあそんな感じの動きを今回はしていくんですが、まあごく一般的なヒーローだと思います。構築こんな感じ、まあ正直40枚には収まらんこのデッキマジで。まあただね、初動としては、まあ、バイオンまたは、エアーマーまたは、ヒーローアライブ、それから、まあ、ファリスプラスヒーローみたいないろんな組み合わせから動いていけるんで、まあちょっとデッキ枚数多くなっても、まあ全然回ります。ヒーローはなんなら50枚でも60枚でも回るデッキなんで、あれはなんで、まあ、全然、まあ、多くなっても大丈夫だなんですけど、これなんでこんなに多くなったかっていうと、枚数が、あのね、僕どうしてもね入れたいモンスターがいてね、一番僕が好きなヒーロー何かっていうとマリシャス・ベインなんですよこれめっちゃかっこよくないですか、イーヴィルヒーローマリシャス・ベイン。しかも効果めっちゃ強いしね、フェイドのこのカード戦闘効果で破壊されないのと、自分のメインフェーズになんかこいつの攻撃力以下のモンスター全部破するっていう相手のフィールド上のね、これがねめっちゃなんか好きなんだよね。豪快で、あとかっこいい、なんか覇王重大感があって、でこれを出したくて、正直アダスターゴールドダークコーリングは宗教上の理由で僕入れたいんですよ、絶対に。まあ、正直これなくてもいいです、ここなくても勝てますヒーローって別に。ただねかっこいいんだよね、だからちょっとこれはどうしても入れたくて、入れましたと。とあとあのインクリースとか引いちゃうとね、ちょっとまた展開が意味わかんなくなるから、まあ、2枚にして、まあいつも通りのねヒーローにの感じにしてますね。はい、まあ、動かし方はね、まあ、ヒーロー好きな方だったら分かると思うし、まあ、そんな難しくないんでね、エアーマンからファリスしていくんですけども、まあ、展開中にどういう盤面を目指すかと、あとリキッドマンの2ドローが入ってマスク引けるかとかいろいろあるんで、その辺が難しいかなって感じでね。1枚ね、ウェイクアップ・ユア・エレメンタル・ヒーローっていうモンスターが実装控えてるんですよ、多分マスターデルにも多分来ると思うんですけど、あれが来るともっと強くなる、マスクチェンジサーチする動きができるんでね。はい、まあその辺ちょっと、来てからになりますが、とりあえずフュージョンデスティニー2枚になる、このデッキを、一応アンリミテッドルームで回してきたんで、ご覧いただければなというふうに思ってます。早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。これなんかフュージョンデスティニー純制限来たとか言ってなんかヒーロー使ってるけどさ、いや正直ヒーローにさフュージョンデスティニーいらないんだよねもはやいや普通のさ数値融合で出せるからさヒーローってデスフェに、だからなんかフュージョンディステン2枚もいらんっていう説あったよね。これはマジ、実はいやこれ回してみて思ったんだけど、マジいらないフュージョンディステン、そんなに普通に出せるもん融合で無理なく展開上でディナイアルとディアボが普通に盤面に並ぶんで、ただ単にワンダードライバーとかで融合使いますわ、もう単純に出るんですよね。だからね、フュージョンデスティニーのね純制限になって一番なんか何だろうな、相性がいいというか恩恵がでかいのは、出張パーツとして使ってる時はね、オルフェゴールとか幻影勇者とかあっちやと思うわ、一番でかいのは。まあとりあえずシャドウミストの効果使って、これどういうムーブいこうかな、これなんか相手なんもなそうだから、まあ、とりあえずリキッドも触るか。ヒーローもなんか手札によってなんかいろいろいけるんだよな。まあ、今回の場合は結構なんか相手誘発なそうだし、
そうだな、マスクチェンジないのでブルーベリー2つするのがいいかな、まあ、とりあえずですねクロスガイいきましょう。クロス出すで、あのディアボリックとかね、あの墓地にある状態だとクロスガイ君一番仕事するんでね。でクロスガイ君の効果で、ディアボリックを特殊で、クロス効果でディアボリリースしてヒーローを持ってくる。これブルーディじゃねえかな、ああ、なブルーディな気がするわ。フュージョンデスティニーあるしね。フュージョンデスティニーで一応ディナイアルとか落とせるんで、まあ、そっから展開伸びるんで、多分ね、これね、これで一番いいんじゃないかな。で、ディアボリック効果。発動。除外して、アナザーディアボリック出す。で、融合発動。盤面のディアボリック使っていいかな、これ。なんか間に合いそうだな。まあ、とりあえず、一回サンライズ出すわ。で、素材はリキッドマンと、こっちの方がいいか、盤面残った方がいいのかな、これ。ちょっとわかんねえ。計算したことねえからな、この辺の展開の。だから、モンスターのね、枚数が多くなりすぎて逆に困るときあるんですよね、ヒーローって。お前邪魔だな、みたいなときあるんですよね。で、一応、チェーン1、リキッドマンで、チェーン2、サンライザー。こうしないと、ミラクルフュージョンを引いてしまって、うってなるやつあるから、でサンライザー効果でミラクルフュージョン引いてきてから、ここでマスク引けるとマジで強いよ、俺。盤面。あんないか。いや、ここでのね、ドローマスクめっちゃ強いんだけどね。まあ、仕方ないね。で、バイオにラインもね。で、ミラクル先に打たないと、アブソル出ないから。いや、これやっぱディアボリック使ってよかったな。ミスったな。一体邪魔だな。一体邪魔なの草。ワンドラして、え？それでも邪魔だな。フュージョンデスティに打つ。ミラクルフュージョン打つ。あ、融合体ここに乗らんじゃうもんな。まあ、しょうがねえか。まあ、いいや。ワンナードライバーちょっともう、リリースするわ。ブルーディー出していいから。ここと、これでこうして、アブソルートゼロ、絶対レードアブソルートゼロててれてててれてててれてててててあ、これあれです。10代くんのテーマ。てれてててれてて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 10代くんのテーマってよく聞いたらわかるんですけどね。なんかね、すげえ地元のなんか、スーパーとかで流れてそうな BGM なんですよね。はい。これちょっと、ミラクルフュージョンをね、ちょっと先に打たないとね、こうフュージョンディスティニー打った後に、デスペに出しちゃうと、もうなんか闇しか出せなくなっちゃうんですよね。ヒーロー。なんでちょっとね、アブソルが出せない問題が発生しまして、ちょ先に出さないと都合上いけなかったっていう話があるんですけども。これで本当だったら、ディアボリック君が一応戻るんで、これミラクルフュージョンでいいか。ミラクルフュージョンを一応セットし直す。で、ディナイアル効果発動。除外してるディアボリックを戻していく。いや、これマジで、マスクチェンジやったら一番強かったわ。いや、本当に。これマスクあったら最強だった。マスク引けなかったなぁ。まあ、しょうがねえか。まあ、これこうだろ。ほんで、ですね。やばい。時間が100秒ぐらいになってきた。でもしょうがねえもんな。これ出すしか。で、ここと、で、ワンダードライバーちょっともうどっか行ってもらって。まあ、ブルーディー殴られる、時にサンライザーで守れるんで、大丈夫ですね。はい。2500であろうと、あとデスペニの効果で打点めっちゃ下がるんですよ、相手の。だからまあ2500突破されることはほとんどないと思う、多分。まあ、無限包容されたときに考えるわ、1回で1滴もあるし。で多分ね、これブルーディー突破できないんだけ。これ多分罪です、このエンド。で、これで相手だけスキルドレイン。相手だけスキルドレインと、デスペニ君の効果で相手破壊するっていう効果と、あとデスペニの効果でアウトル破壊するとサンダーボルトですね。はい。で、サンライザー以外のモンスターに殴られる場合は、サンライザーで、なんか相手のカードを破壊できるっていう。で、一滴があるっていう感じ。今、何棒かあるか知らんけど、なんか最強に、4、5棒ぐらいあるわ。これ、盤面。体感。さあ、かかってこい！お前、こんだけ制圧したらいけんだ。ビッシュだ！やばい！ビッシュだ、あかんくれ？ビッシュだ、あかんくれ？フィッシュだ、あかんな。まずいことが起きた。やべえ、バウンされる。
やべえ、バウンサル、バウンサクシ。じゃあ、これ破壊すればいいか。これ破壊すればいい。ちょっと待って、ブルーディー、バウンスが一番やばいんで、ブルーディー君は墓地のカードの効果には何も干渉しないから、これ、ここだわ。オッケー。これでいい。これでバウンサーできない。危ねえ。危ねえ。これもう一回転移って言われたらちょっときついが。バックや。攻撃力ゼロ。これがデスティニーヒーロー。デストロイ・フェニックスがの効果の本当の使い方よ。めちゃくちゃ墓地に、ヒーローいっからよ。相手の打点ゼロになってるわ。最強。で、ブルーディーの効果で遠くが出ない。何？お前、強引に動いてくるな。なかなか、やるな。でも、8シンクロでここ突破できるやついたっけ？権限はね、まあ、龍炎ちょっとめんどくさいんですよね。普通に、バロネスとか出てくるかもしれないんで、ちょっとめんどくさい。まあ、バロネス出てきても大丈夫だけどね。バロネス多分出てきても大丈夫だけども、まあ、ここで、通る、OK。で、2体でレベル8。8でね、このモンスター突破できるやつ多分いないと思うんだよ。天意の竜騎神とか出てきても、はい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 。打点が足んないですからね。はい。デスフェニは神。増殖する G が通るかどうか系ですね、これは。はい。増 G が通るか系。マジで。ヒーロー結構展開さえ通れば高校ワンキルかなり余裕なんで、あ、楽園融合ね。あ、オッケーオッケー。まあ、増殖する児童。頼む !G 通してくれ、頼む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 、あーあー、これ、このエフェクトがマジでうざい。このエフェクト本当にうざい。マジで不快。やめてほしい。まあ、自分が打つときは気持ちいいけど。マジで深い。これ増殖する地に投げて、幼女に食べられた時のこの、なんか花びら墓地から湧いて、フルーっていうエフェクト。あれ、世界不快ランキングトップ3には入るね。はい。リベリオン。はい。まあでもまあ言うても魔法トラップ向こうないからな、あのデッキ。なんとかなんじゃねえかな。わかんねえけど。ブルーディー着地できたらいけんな。これブルーディー着地。てか、エアーマン止められなかったらいけぞ。でも、あれ、うらら使ったから、言うて、うららない、多分。次の、この、次のターン。まあ、もう一枚うらら引いてたら、もう普通に死ぬけどね。はい。デスピアンか。いやー、これ赤、楽園構えられんな。いや、これ、ミラージェイド赤はさすがにきついか。ガーディアン決まりながガチで貴重くて、盤面全部掃除されるんですよね。それがマジで貴重い。そこを、なんとか、早くくれれば、いやでも相手がどこで打ってくるかなんだよね。赤だよね。赤だよね。もう赤の楽園やめません。まあでも言うてこれあれか。これって魔法トラップなんだっけ。うわ、追放もあんの俺。いや、追放は無理だ。さすがに。追放は無理だ。おー。あ、それなんだ。え、なんだ、追放じゃないんだ、ここ。なんか謎デスピアだから勝てるかもしんねえ。これだって、赤の楽園と開幕だろ？開幕コストねえし、なんなら。うん。これは、あ、マスク来た。強いな。いや、これ、いや、追放と赤の楽園はさすがに超えられなかったけど、なんかわかんねえけど、なんか、え、これが追放って言ってたんだ、俺。ノダル、デッキからヒーローを加えます。なんかありますか？特にないですか？まあ、デッキからヒーローを加えるっていう効果、一応止められないと思うんですよね、これ。え？早っ！赤の楽園。赤の楽園、早くね？あ、これ、キマイラ、これ出してくれるとかある？そんなことないか。悲劇のデスピアン、はい、回収しながら。ああ、まあ、スカイドかな。ああ、そういうことか。使用量徴収ね。なるほど。ファリス。使用量、あ、そういうことか。なんか確かにヒーローって結構効果いっぱい使うからね。確かに。まあ、一応、マスカイドもきついっちゃきついけど、まあ、でもブルーディー引いてるから、これ3体並んだところでブルーディーを出せればなんとかなんじゃないかなと思うんだけど。
で、アルベル、はい。ヒーローってありえない量の効果使うんですよ。なんか割とマスカレードはきついっちゃきついんですけど、多分ね、いや、これどこでミラージュで打ってくるか知らんけど、いや、あそこがね、赤の楽園だったら終わ、あの、赤の楽園じゃないや、楽園追放だったら終わってるんだけど、普通に。なんか知らんけど、追放ないから。まあ、とりあえず、ファリス効果でシャドウミストを、捨てまして、で、シャドウミスト効果、これどこまで通るの？ミラジェイド君一体どこに効果通してくるつもり？ちなみに分かり手だと、あの、バイオン飛ばしてくるね。融合サーチできないから。分かり手だと、バイオンを飛ばしてくるのが一番きついけど、まあ、それでもね、ブルディは実質出るんで、これ。ディアボリックいるんでね。なんで、モンスター横3体並べられるんで大丈夫ですね、これ。一応大丈夫。追放が一番やばいっていう説あるけど。で、とりあえず、バイオン、特殊召喚。で、バイオン効果発動。で、墓地に送るカードが、ここでディアボリックですね。これでケアできる。打ってこないんだ。へぇー。なんか、マジでマスカレードに全信頼置きすぎじゃねえ、あいつ。マスカレードに全信頼置きすぎ悪だって感じなんだけど、俺。融合まで触ってきた、神。よっと。いや、そしたら分からせるわ。マジ分からせる。マジで分からせる。いや、そんなクソ甘えたモンスターは、このモンスター出したら余裕だよっていうの分からせるわ。分からせていくー。しっかりと分からせていく。そう、結局ね、これでマジで、ブルーディーが強いだけ動画になりそう。うおー、クラフティーブラッド相手のミラジェイド吸収プルおっと、どうしたミラジェイド君、効果使った方がいいんじゃないか。一応、コストでアルビオンを墓地に送ることができるぞ。送りもしない。謎すぎる。一応、無効になってもね、コストを払えるんでね。やばい。じゃ、なんか、このデスピア、ガバくないか。ガバガバなんだけど。ガバガバだから勝てそう。ちょっと待ってくださいね。ほんで、アダスターゴールドくん効果使って、ダークオーリング持ってくる。あ、ちなみに、このね、アダスターゴールドとマリシャスベインは僕が好きだから入れてるだけなんで、これ別になくても勝てます。なんならヒーローデッキは、入れてない人多いね。まあ、ランクマとかで使う構築は。まあ、僕はマリシャスベインが一番好きなんですよ。ヒーローの中で。いっちゃ好きなんで、まあちょっと宗教上の理由で入れてるんですけど、正直、入れなくてもいいです。正直ね。で、数値融合。数値融合デスペに。で、ディアボリック、ディナイヤルで融合。あらあららうおデスティニーヒーロー。デストロイフェレックスかいはい、打点がめっちゃ下がった。オッケー。で、自分の墓地に存在する。ディナイアルガイのモンスター効果を発動。 D ヒーローがいる場合、自分を墓地から特殊召喚することができるぜ。うん、で、こうだな。ほっ。そしてディナイアルガイのモンスター効果を発動。ディナイアルガイは特殊召喚に成功した場合、ヒーロー、ディスティニーヒーローをデッキトップに置くことができる。これによってアナザーディアボリックをもう一回使います。そして、これは先こっちなんだ。ダークコーリングを発動。そして、自分の墓地に存在するイーヴィルヒーローと、レベルが高いモンスターの魂を、ゲームから除外し最強のモンスターを特殊召喚するぜ。そして、デスペニの効果により、楽園開幕か。ああ、なるほど。楽園開幕効果、反動キル、のは普通に、マスクチェンジする。マスクチェンジ発動。マスクチェンジの効果により、ヒーローの闇属性モンスター対応。違う！ヒーローに変身させることができる。うおー！超変身！見ててください！俺の変身！マスクヒーロー！ダークロー！さらに、楽園開幕の効果により、手札を1枚捨てるが、それは除外されるぜ。ダークローが存在する場合、相手の墓地へ送るカードは、墓地へ送られて除外される。最強！さあ、どうする？何を出してくるんだ。何を出してきてもあんま変わんないかな。アルベル君出したところで効果は無効。
ドラマトルギア出したことでも効果は無効、すべて無効。そして一応ダークコーリングで相手の開幕が遅すぎたので、これでマスカレイドを除外して、破壊してパヤってやって、でダークコーリングの効果によりイーブリヒーローアダスターゴールドとファリスをゲームから除外し、いけイーブリヒーローマリシャスペイン、フルーパーかっけそして覇王の効果発動、くたばれザコどもバトルフェイス入ります。わからせたわ、多分デスピア組みたりだったんかな、わかんねえけど、今組むならスプライトの方がいいぞ、カードパワー高えからな、多分脳死で勝てるぞ。ああデスピア結構むずいからな、対戦ありがとうございました。いやー、まあ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 、ハンドこれ先行だったら最強でしたね、先行だったらマジ最強ハンドじゃんこれ、やば。スクラップラプティ、おー、今回ホンタス、これは無理だな、これはやばい展開が起きそうだ。まあなんもないんで、あの自由にやってどうぞ。いやマジで今やね、ハリファイバーがいなくなって、今何が一番だ、また展開でやばいカードかと言われると、多分ですね、スクラップでテレホン、これもやばいけどね普通にこれも普通にやばいわ、やばい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 、これスクラップリサイクラーでテレホンループするやつだこれあかん。まあ、何がやばいかっていうと、まあ、テレホンもやばいけど、まあ、一般的にもやばいって言ったらスクラップリ、ワイバーン、まずスクラップですね、スクラップワイバーン、イゾルデ、はい、この2種類が一応ハリファイバーがいなくなった今最もやばいと言われている、まあ、ソリティアデッキですね、はい、一番やばいです。バリケードベルク、もうラドンする気まんまやんこれ、終わったなこれ。これはチャージテレホン、チャージテレホンからの、あ、エンジェル出た、出ました、禁止カードから帰ってきたうなぎ名称ターチがついて帰ってきたうなぎ来た。ファラオの決心、ファラオの決心、何このデッキ意味不明なんだけど、ラドンとエンシェントフェアリーを吹き飛ばしてオライオン、はあ、なるほど、なるほど、わからんな。でシンクロ、オライオンとレベル2チューナーで、あー、ライブラリアンね、へー、でテレホン効果、マジでまだわかんないな、何するか知らんな。でテレホン効果、ライフゲインしながらテレホン特集、まだちょっと何をしたいのか全くありませんね相手。シンクロ、はい、クトグワ、ガチダレ、ガチダレモンスター来た、これなんかなんだっけ、なんか素材になったらワンドローみたいなモンスターだっけ、なんかエクシーズモンスターの素材になったらワンドローみたいな効果だった気がするわ、クタゴくん。で、テレホンムーブでもう一回シンクロ、ファラオの化身とテレホン、クトグワ、はい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 、なんか異常な回数ドローしようとしてる、もしかしてこれもしかしてアルティメットドローコンボ、これコンボパーツ集めてんのかな、一体全体何がしたいんでしょうか彼は。で、クトグワクトグワでエクシーズか。これは強いよね、普通に。あ、ダイガースタミナ、なるほど。エメラル効果、あ、そうか、クトグワの効果がね。クトグワ君の効果がエクシーズになると、なんかドローできるっていう効果が、一応1枚ドロー、2枚ドロー入って2枚ドローできる。強いね。なるほど。で、ファラオの化身とテレホンで、もう1回クトグワか。なるほど、戻してるもんな、さっき。へぇー。で、ライブラリアン効果と、クトグワ効果、クトグワ効果、ファラオの化身効果、ファラオの化身もこれ、名称対地つけろよ、これ。名称対地ついてない軍団の集まりじゃん、これ。なんかこれ、盤面誰一人対地ついてなくて、草。マジで、この盤面誰も名称対地ついてない。
テレホン名称退治なし、クトグは名称退治なし、ハイパーライブレアン名称退治なし、ファラロン決心名称退治なし。で、まあ、エミラルも名称退治ないですよね、あれね。名称ターン1、突き忘れ軍団。名称ターン1、突き忘れ連合、実質。やば、この豆。やべ、これもしかしてさ、わかったわ、これ。これ、無限連符してデッキ引きるんだ、俺、多分。なるほど、これデッキ引きるんだから、無限連符して。これ、またさ、これ、クトグワでさ、あれでしょ、エメラル出して、またエメラル効果って、なんか戻せるでしょ、これ。やばいことが起きてる。無限ドローコンボ来た。テレフォン無限ループから無限ドローコンボ。やばすぎる。やべえ、ちょっと気になってきたわ。何ができるんだろう、そんなにドローして。そんなにドローして何ができるんだみたいな話だけど、まあ何でもできるだろうけどね、こんだけ手札何枚だ。何タイムアウト。